オットリッチは戦闘メカザブングルに登場するウォーカーマシン。まるでダチョウのようなシルエットでクレーン式のアームが特徴のウォーカーマシンである。オットリッチを止めろ。エルドラドから出ちゃダメだ。ダメよ、ここにいたらあなたはやられてしまう。どこに行こうというのだ。アイアンギアへ連れて行くわ。ダメだ、運転は私がする。嫌よ、怪我をしているのに無理よ。大丈夫だ、理由で一つあれば。殺されるわよ。私は殺されはしない、エルドラドを守るのだ。オットリッチの開発、正式名称はオットリッチタイプ。惑星ゾラに存在するウォーカーマシンの中でもかなり初期の段階に製作された機種の一つ。球状の胴体と足の形状はセンドビートタイプと似ている。機体上部が回転して駆動するターレット式となっているのも特徴。ちなみにセンドビートタイプも古い機体のため、当機と近い時期に製作されたウォーカーマシンだと考えられる。初期の機体ということから、後期の機種のように2本の腕はなく、機体上部に大型のクレーンアームが1本と、コクピットを支えるアームを1本備える。コクピットはアームを使って稼働できるが、通常は機体上部に固定されている。大型クレーンアームの先端には、作業用の採掘ドリルやショベル、戦闘用の9連装ミサイルポッドなどを取り付けることが可能。ただし、後発の機体のようにマニピュレーターを持たない時点で、汎用性は低いと言える。ちなみに、機体後部には、煙幕を張る機能も搭載。火事の煙の上に煙幕まで張りやがって。なんで自分から危険な目に遭おうとするの？大地を守るのは男の義務なんだ。流れ者の君には分からんことだ。また、後発のウォーカーマシンのようにハンドル操作ではなく、レバーで操作する仕組みとなっている。脚部はかなり大型で短足のため、機体のバランスは良い。機体底面には、6機のジェットホバーノズルがあり、併用することで見た目以上の機動力を発揮できるものの、重量が重く、機動性が悪いのは否めない。オットリッチの武装。20ミリ機関砲。機体背部には機関砲を装備。もともと砲座が設置されているタイプではないため、コクピットから遠隔操作が可能である。4連装ミサイルランチャー。機体上部のターレットの両脇に4連装のミサイルランチャーを装備。9連装ミサイルポッド。ターレットから伸びるクレーンアームには9連装ミサイルポッドを装備可能。本来は攻撃用ではないが、ドリルに換装することもできる。オットリッチのスペック。全高 18.2m、 重量 157.0トン、 動力源ガソリンエンジン、動力ガソリン、出力11000馬力、乗員人数最大2名、主な搭乗者エルコンドルなど。オットリッチの仕様と尾行。本来はブルーストーン採掘用に開発されたウォーカーマシンだが、厚い装甲を持っていることから戦闘で使用されることもある。エルチカーゴが家出先で出会ったエルコンドルが陶器を愛用していた。起きたのか、元気そうでよかったな。女の人はいるの？女いない、ここは俺一人だ。夕べ暖炉はついてなかったわ。ああ、今朝俺がつけた。私が一人で寝てたのよ。可愛かったよ。ウォーカーマシンの掃除はできるか？カラーリングはレッドとネイビーブルー。エルコンドルの使用していた機体はオレンジとイエローと派手な色になっている。コクピットについているアームは搭乗員が乗り降りする際に稼働する仕組みとも思えるが、エルコンドル機は乗り降りする際は縄ばしごを利用していた。エルコンドル機を見る限りは、やはり下までコクピットが降りる仕組みにはなっていないようである。また劇中で見る限りは、移動する際の振動が大きく、クッション性が良くないため乗り心地は良くなさそう。
採掘用に開発されたという割には、機体背面には20ミリ連装機関砲が、機体上部には4連装ミサイルランチャーが装備されているため、戦闘力も意外と高い。ただし所詮は自衛用のための武装のため、機動性の高い後発の機種と比べると戦闘力はかなり落ちる。劇中のマッドシーでは数多くのオットリッチタイプが登場し、ホバーボードに乗って回旋を行っている姿も確認できる。以上がウォーカーマシンオットリッチの詳細である。チャンネル登録と高評価をしていただけると幸いです。